皆さん、こんにちは。広報コンサルタントの石川恵子です。スマートアクトディレクターの高松かな子です。自己演出プロデューサーの山口和子です。では今回のメディアトレーニング座談会、注目のリーダーということでトヨタ自動車を取り上げたいと思っています。はい、佐藤さん、嬉しいだって、はい、ではね、早速ね、中身に入っていきたいと思いますが、はい、はいはい、今回、ですね、トヨタ自動車を取り上げるんですけれども、秋夫さんと呼ばせていただきますあの豊田秋夫さんなんですけどね、トヨタ自動車と、ね、重なっちゃってすごく言いづらいので秋夫社長と呼ばせていただきます。でご本人も秋夫と呼べみたいなところもあるのでね、親近感を込めて、はい、いきたいと思いますので、うん、皆さんそれ合わせて秋夫さんということで、はい、秋夫さんでお願いいたします。はい、で秋夫さんのプレゼンテーションということで、まあ、いくつかあるんですけどね、記者会見ですとか、あとはOK プレゼンテーションのような、ね、この華やかなものですとか、あとは自公会の会長もされているので、いろんな形でメッセージを発信することが非常に多いんですけれども、うん、そうですね、うん、その中でも今回はウォーキングプレゼンテーションということで取り上げたいと思っています。今までね、いろんな方見てるんですけど、まあ、なかなか日本人でウォーキングプレゼンテーションうまい方がいらっしゃらないので、じゃあどこまでうまいのか、ね、これで完璧なのかっていうところと、はい、まだ改善する余地があるのかどうかっていうところも含めて、うん、あとはまあ表情ですとかね、いろいろなところがあるので、まあ、そこを3人で解説していきたいと思います。はい、ぜひぜひお願いします。今回こちらはですね、ちょっと古いんですけど2018年なんですが、うんうん、トヨタとソフトバンクの提携の記者発表会ということで取り上げました。まあ、YouTube でね、一番上に来たのでね、まあ、それで来たっていうね、単純な理由なんですけど。では、高間さんからいきますかね。はい。はい、そうですね。まあ、このね、画面見ていただいてもな、お上手そうだなっていうのは分かっていただけると思うんですけれども、まあ、私としてはですね、今、トヨタイムズっていうコマーシャルをやっていて、結構、ね、顔出されてるじゃないですか。で、コマーシャル見てても思ったんですけど、すごくなんか器用な方だなっていう印象があって、ただのなんかはこう喋れない社長ではなく、何でもこなすタイプなのかなって思っていたので、実際このプレゼンテーション見た時にも、あ、やっぱりお上手だなってすごく思いました。うん、そうね、まあ、じゃあ第一印象ということでね。じゃあ、そうですね、第一印象でしたね、うん、はい、はい、いかがですか。まあ、今回私がね、秋夫さんやるよって言った時の、まあ、その時の気持ちというか実際見た時の感想そうですね、まあ、トヨタ自動車はもちろん有名な会社でよく知ってますし、まあ、この方が社長だっていうのも存じ上げてはいたんですけど、これを取り上げるまで、そのきちんとこのウォーキングプレゼンテーションなり会見というのを最初から最後までしっかり見たことはなかったので、うん、改めて、まあ、見返して思ったのが、まあ、正直、まあ、今のこのお写真見てもそうですけど、すごい可愛いなと思うんですけど、変な意味じゃなくて、本当に普通の日本のおじさんですよね。見た感じのおじさん。と思うんです。で、よくいるおじさんのこの見た目だけど、うん、意外と喋ってみたら、うん、すごいできる人っていう、そのギャップ萌えですよね。うんうんうん、余計に、ちょっと秋夫さん可愛いって感じが、より高得点になったので、うんうん、この感じでこれだけできるんじゃすごいんじゃないっていう、実は私結構買ってます。はい、はい、ときめき感があったんですね。よかった。そうですね、やるなって感じです。そう、日本人じゃ少ないですもんね、これできる人ね。そう思います。そうそうそう、日本人感がすごい中で余計にそうそうなんかこう良くも悪くもアメリカナイズドされてない感じなのにっていう。ああ、そうですね。なんかちょうどね、日本人の見た目なんだけど、すごくこう外国的な雰囲気も持ってね、いい感じですよね。はい、でちょっと私前置きで言わなきゃいけなかったんだけど、なんでこと、うん、今回取り上げるかって言ったら、今年森さんの話、発言があったり、あとは菅総理の、はい、表現力に関して、はい、まあ、記事をヤフーで書いてるんですけど、うん、まあ、それに対して外国メディアからブルームバーグとロイターとジャパンタイムズからもう一斉にこうメールが入って取材するってことになったんですけど、すごいそう、なんで日本人ってこうなんですかみたいな、ね、表現力のところまあ私が目力とか書いてそこにすごい反応してね、面白いなって、外国人はやっぱりそこに反応する、うん、非言語のところを非常に重要視していて、うん、じゃあ日本人で参考になる人いるんですかとか、日本人どうやってトレーニングするんですかとか、そもそもトレーニングってしないんですかとかね、
しないのにトップになるんですかみたいな話があって厳しい。そうそうそう、まあ向こうでは当たり前なんでしょうね。うん、まあ、そうでしょうね。うん、でその中で、あの、まあ、確かにそうだなと思いながら、うん、ちゃんとトレーニングしてるのは、あの、やっぱり秋夫さんはちゃんとトレーニングしてると思うので、うん、もうアメリカで公聴会に出た時からですけどね、はい、あの時からしっかりトレーニングして出ていらっしゃるなとは思いましたので、まあ、そういう意味でも、まあ、参考になるということは思ってましたので、まあ、それで今回はじっくりと内容を見ていきたいなと思ってます。はい、はい、じゃあちょっと同じのじゃあれなんで、うん、ね、高橋さん、うん、ね、この歩き方もなかなか膝がピッとね前足伸びててね、超素敵に歩いてらっしゃいますね、うんうんうん、ちょっと猫背が気になりますけど、あ、そう、ちょっとね、ね、ちょっと猫背、うん、ね、前に振ってるからですかね、ね、まあそこがもう少し背筋がクッと伸びてくるとまた断然良くなっていくと思いますけどね。そうですね、うんうん、でもこうなんか歩かされてる感はないですよね、うん、そう、すごく自然な感じ、意識を持って歩いてる感じが、そうですそうです、うんうん、そこはやっぱり自然ですよね、うん、動きとしては なかなかあのしっかりね足伸びないんですよね、みんなね、そう、皆さん膝曲げてひょこひょこ歩く方が多いんだけども、うんうん、しっかりと膝が伸びてて綺麗ですよね、うんうんうん、これなかなか訓練しないとなかなか最初からできないですよね、うんうん、あとこれね、私ちょっと着目したのはこう、ね、はい、手の組み方ね、どうですか、あの、うん、そうですね、こういう組み方じゃなくてちゃんとこうやって組んでるところがいいですね、はい、ちょっと空手っぽいです ね、 ちょっとね、まあ、ただね、ちょっと手の位置が上なんですよね、なんかおへそより上に行っちゃってるので、ちょっと下手するともみ手してるように見えちゃう可能性があるので、本当はもうちょっとおへそかおへそのちょっと下ぐらいの方が綺麗なんですけどね、うん、もう少し下目がいいってことですね、うんうん、私ちょっと気になったのは、あの、はい、眼鏡なんですね、うんうん、あのこの眼鏡の下に出るこの、あの影が、うんうん、すごく気になって、アップになった時に、あのこれ光の加減なのか、まあ、眼鏡のこう、ね、加減なのか、レンズの遠近両用で できてるこの角度、はいはい、レンズがちょっと変な光り方してる感じですよね、真ん中にこう角度が変わっちゃってしまって出てるのか、うん、ここがちょっと気になっていて、まあ、メガネを変えるかライティングを変えるか、ちょっとねメガネごっついですよね、割と、うん、そうですよね、うん、なんか中のメガネの時もありましたよね、うんうん、こんなにごつくない時、うん、ただこれだけごっついとこう顔の表情がすごく、特に目の表情が分かりづらいっていうのがすごく損なんじゃないかなと思います、うん、そうですね、顔の表情って目がね結構印象的じゃないですか、印象を与えるじゃないですか、その目がね見えない、見えなくなっちゃうっていうのはもったいないかな、うん、そうですね、で山口さん、うん、やっぱりここね表情のところ見づらいと思うんですけど、うん、なんかね、でこのごつい眼鏡がより日本の昔のおじさん感を出してるんですよね、うん、まあ、なるほどね、昔の日本人のおじさんの眼鏡のイメージなんですよね、うん、なんかねちょっとここだけアンバランスだなっていうのが、うん、問題ないと思います、まあ、多分力強さを出すということでね、あの、うん、あの場面によって使ってる眼鏡は変わってるので、おそらくこうウォーキングプレゼンテーションでより広い会場だから、うん、力強さを出すためにこの太いフレームを使っているのかなっていうふうに思うんですけど、ちょっと表情が見えづらくて残念な感じがしましたけどね、うん、そうですね、似合ってるとはあんまり思えないですね、うんうん、そうですね、なんかちょっとな、まあ、でも服装の着こなしはさすがですよね、今日ね、うん、高野さんいないですけど、やっぱりこう、あ、ちょっとポケットチーフがないのが、あ、そうですね、こうチーフは欲しいですね、うん、そこにチーフ入るとだいぶこう縛った感じがしますけどね、そうですね、うん、まあ、あとワイドカラーになってないのがちょっとね、あの遺跡が見えちゃってるから顔がちょっと大きく見えちゃうっていうのがあって、うんうんうん、高野さんが来たら絶対ここを指摘するだろうなそうですね今がでもなんかいい素敵なスーツですよね、あ、そうですね、あのサイズが合ってるしね、すごく関係ですよね、はい、あとちょっと表情が、あのすごくボディーランゲージはあのすごく工夫があっていいんですけど、表情が今一つ、うん、あのそうですね、口元とか目元がどうなのかなって、ちょっと、うん、常にこれも日本人の男性によくありますけど、口がいつもこうなってる、口角が下がっちゃう、下がってます、うんね、うんうん、どうなんでしょう山口さん、これって癖なのかしらね、癖というかいつもこうしてるからどうしたらこうなのか、元々の多いんですけど、そうですね、あのお顔の作りもあるかとは思うんですけども、うん、やっぱり笑うシーンってものすごく少ないですよね、普段からちょっとこう上げておく、だから黙ってる時に下がっちゃうんですよね、こういう方って、うんうん、なので黙ってる時にも
ちょっとこう上げておく癖をつけるだけでもだいぶ顔が覚えてくれて上に上がっていくので、うんうんうん、あの笑顔をねそんなに怖がらないでほしいなとは思います、うんうん、なるほどね、うん、ヘラヘラしてるとかっていうふうに日本人じゃなかなか思われてしまいがちなので、うん、それもあって余計にこうなりがちなのかなっていうのもありますよね、うん、そんなことないのね、うんうん、まあ、確かにこの場合結構緊張感はありましたよね。あの、うん、内容にもよりますからね。そうですね、うん、まあ、ソフトバンクとの提携の話ですから、はい、かなり気を使いながら、はい、うん、でもね、あの冒頭はすごく和やかにちょっと笑いを入れながらってところもあったので、うん、そういうところはできる方ですから、もうちょっとね、あの普段のところに入れていってもいいのになっていうふうには思ってます、うんうん、はい、そうですね。ね、この 手とかね、これ伸びてますよね、高橋さん。これ ね、なかなか伸びないんですよね、これね。そう、あの、これだけ自然に手がこうやって出せるっていうのは、やっぱりやり慣れてる証拠ですよね、うんうん。やっぱりやらされた感のある人っていうのは、指にこう力がグッと入っちゃったりとか、逆にこうやって指が曲がっちゃって、力が入っちゃったりとか、どっちかなんですけど、すごく自然な形で手が出てるので、うん、なんか慣れてるなっていうのは。そうですね。で、下の手もちゃんとね、はい、いい感じで上がってるしね。そうです、そうです。うん、バランスすごくいいですよね、すごくね、この手の上げ方ね。そう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 、まあ、これマイクね、これあの、うん、おい秋夫ってすごい私気に入ってるんだけど子供さんにおい秋夫にしてくれみたいな、これはね、あの、うん、プレゼンテーションの中で、あの動画、過去の動画、自分が社員に語ってる動画で、すごく親しみ感の演出がうまいなって、うんうん、そうですね、笑いを必ず入れようとされてるんだなって思ったので、はい、うん、あのこれはすごく見てて楽しかったです、うんうん、全体の組み立てがねすごくいいですよね、はい、うん、よくあったですね、あの、うん、泣けるとこは泣けますし、そうですねそうそうそうで、ちょっと言い忘れちゃったけど最初のところ、うん、ここね、あの重心移動ここね、はい、あのそうですね、うん、高野美容立ちになってないのがいいですね、うんうんうん、こっちにちゃんと軸足が、はい、はい、やっぱり重心移動がきちんとできてるっていうのがすごく見えますよね、この立ち方見るだけでも、うん、足を開くですよね、うん、足を開くって結構あの身を立ちなりがやなりやすいんですけどもね、うん、この場合きちんと重心移動ができているのですごくバランスいいです、うん、はい、そうですね、リラックスした感じも伝わりますね、うんうん、そうですよね、でちょっと最後に、あ、そうだ、行き過ぎちゃった、でこれが英語の、はい、英語バージョンなんですけど、うん、これがまたね、もっとこうリラックスして、うん、しかもイントネーションも良くてっていうね、うん、なんか抑揚感がねこう出てましたよね、うん、あの日本語より、うんうん、ね、山下さんどうですか、日本語と英語とだいぶ違うと思うんですけど、あの日本語だといいこと言ってるのにもうちょっと強調してもってところが多くあったのが、うん、英語のところはもうインパッシブルみたいなすごいアクセントの強調があって、うん、ものすごい引きつけるんですよね、なのでもともと持ってるそのエモーショナルなものがバッと出てるので、うん、とっても良かったので、その感じをそのまま日本語でもできるんじゃないかな、もうちょっとやったらってすごく思いました。ですね、多分英語の方はこう感情が出しやすいんでしょうかね、うん、まあ、言葉も発音しやすいのかな、そうかもしれないですね、なんか体の動きもなんかすごく大きいですよね、この画面、ね、そう、より大きくなるって、ね、そう、より面白いですね、うん、言語によってこうこんなに変わるのかなって、ね、ちょっとギャップがあるのかな、日本語だからちょっと不利っていうのはあるのかもしれないですね、かもしれないですね、うん、まあ、例えばその関西の人が東京の言葉喋るとすごいきちんとした感じがするみたいなそういうちょっとそのイメージみたいなのもあるかもしれないです、うん、英語だとフランクにいけるみたいな、うん、私の気持ちもちょっとあるかなっていうのは感じました。そうですね、はい、まあ、でも本当にこの日本人でも秋尾社長のようにこんなに表現豊かにできるってことはね、うん、改めて私も発見でこう、はい、ね、楽しくなってきたっていうか、う、うん、だから日本人でもできるみたいな ね、 そうね、あの見た目がザ日本人でも大丈夫っていう、そう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 、素晴らしいお手本だと思うので、うん、ね、ぜひ恥ずかしがらずにね、皆さんにもやってもらいたいですよね、うん、まあ、ちょっとこれからあのこれ後半皆さん、ちょ、今はプレゼンテーションなので後半は座った時、じゃあそうですね、どうなのっていうね、うんうんうん、それも見てみたいということで、はい、話しましょうか、はい、はいはい、では続き皆さん、はい、2回目もぜひご覧ください。はい、では一旦こちらで終了します。はい、ありがとうございました。